食べてか。2000年から制定したの静岡僕へであとは省流化とか要するに開業するので大島っていうのあっちも山口県これ開業したにあれやるじゃん。ビデオ。あ、大丈夫です。大丈夫。はい。え、もうちょっと待っとよ。まだちょっと病棟が。電話して。そうぐらい。電話して。そうされるからってんで、ああ、言ってもらった、はい、順天堂、はい、消火器、消火器、あ、まあその辺ね、今日実はもうさっき削っちゃいました、あ、でもいいの、あ、言っていただいた方が、はい、大したことないんですけど、でもマップ君だったら映像見ます、うん、まあそうだね。
ゃみんな2回見ることになるかもね。まず出かけるとお元気クリニックのターナー院長を追いかけてみた。着いた先でトランクから取り出したのはなんとタヌキのヌル。同行した看護師の田中さんは岩手へと早回りです。かわいいんだね、これがまた。大きな幅をかぶる院長はクリニックのキャラクターモンタクの医師。病院を抜け出して犬耳をかぶり歩き出す2人。一体どこに向かうのでしょう。隣の壁にかけられている真新しい家、この家の娘さんのものです。ここは岡原院長が在宅で最後を看取った患者さんのご自宅。おかわいい、大丈夫ですよ。私はあいつのあるの気づいてない。早速持参した帽子やぬいぐるみを家族に配ります。かわいい、やっぱりさすがい。お父さんもひよこの帽子をかぶって楽しそうに大笑い。亡くなった患者さんの家族を訪ねる診療をグリーフケアと言います。見取るだけではなく家族のその後に関してもフォローする取り組みです。吉弘恵さん、去年46、去年11月癌のため亡くなりました。その在宅での週末ケアを手伝ったのが岡原院長でした。末期の患者さんの在宅医療、それはお元気クリニックの思いやり医療の原点です。エリさんは離婚したのを機に30代で看護学校に入学。二人の娘を育てながら学び、憧れの医療現場に立ちました。しかし2年前に発見した時には癌は肺からすでに脳にまで転移していたのです。その時の気持ちをエミさんが綴ったメールが残されていました。7月7日に決まったよ。化学療法が始まります。私の人生はありのまま受け入れるからもう大丈夫。今までだって後悔しないし、これからも悔いのない生き方子供たちに見せないとね。心配ばかりかけてごめんなさいって書いてる。しかしもう手遅れでした。彼女は両親と娘たちがいる自宅で最後を迎えることを望んだのです。在宅介護のポイントは患者さんの家族を元気に支援していくこと。そのためにも仮想診療は欠かせませんでした。ご本人もだいぶ楽しんでらっしゃった。楽しんでましたよ。楽しんでた。日に日に薄れていくエミさんの意思、それでも先生は家族と仮想診療を続けます。時にはボランティアの仲間や家族とミニコンサートをベッドの脇で開きました。エリさんが見られるように壁や天井に貼られた写真には家族との楽しそうな顔が溢れていました。亡くなった母親を挟む笑顔を見せる子供たち、医者も看護師そして家族も悔いのない介護の日々を送った証です。必要な時にそばにいて抱きしめ、時間を共有して話を聞く、それがこの島のお元気クリニックの思いやり医療です。どうしましょう先生、次も見ちゃいますか。うん、見ちゃいます。周防大島で生まれ育った大村さんは38年間商社で働いてきました。2人の子供と3人の孫に恵まれ、定年後は自然豊かなふるさとで
夫婦でのんびり暮らすことを夢見ていました。建築会社に勤める息子の協力で島に新しい家も建てました。しかし去年9月の定年を前に肝臓にがんが見つかったのです。それでも周防大島に帰りたい。去年12月、大村さんは念願のふるさとに帰ってきました。皆さん2人でやります。いつも離れとんじゃん。その通りだ。海が大好きな大村さん、晴れた日には夫婦揃って近くの浜辺まで散歩に出かけます。もう一度もやっぱりいいです。まあ散歩には一番手頃なとこかな。診療所で肝臓を見てもらっている重幸さん、この日今後の治療方針を話し合うことになりました。福山市の病院に入院するという選択もありますが、重幸さんは生涯島で暮らし続けたいと考えています。患者の望む方向での治療を行いたいと考えるしかず、しかし島での医療には限界もあります。診察の待ち時間、看護師が妻の美恵子さんに話しかけました。重幸さんの本音を確認します。朝は楽しみですね。本当ね、ここで聞くことね、生活しながら、まあ、山なんかに行ってなくて、ここに帰って治療ができたら一番いいな。肝臓の治療を今後どう進めていくのか、診察には美恵子さんも同席しました。今後はどうなるのっていうところもあると思うんですけど、実はだから僕も今後っていうところをお話ししようとするとですね、この肝臓がんの状態とか肝硬変の状態がどういう経過をたどってきているのかがわからないと僕にもよくわからないんです。話し合った結果、一度広島の病院で精密検査を受けることが決まりました。もう僕もどっちかというとなんですけど、もう身内感覚みたいな感じで言っていただいて、して僕もあのどっちかというとあの、まあ、うちの親戚じゃないけど、お兄ちゃんまあそんな感じで、あの遠慮なく僕も言わせてもらうので、遠慮なくまた言ってください。現状このまま行ってしまうと、ここでの治療としてはもう他にやることはないので、あと岡原さんが電話をしているのは広島の病院です。大村さんの今後の治療方針について相談するためです。その辺のご意見もと思って、すいません、こんな時間にお電話だと誠に失礼と思ったんですけど、島での医療に限界がある中で医師として何ができるのか、岡原さんは考え続けていました。広島で精密検査を受けた大村さんです。大村さんは島で治療を続けることを選択していました。いかがでしょう。広島での検査の結果、まずは腹水の治療を最優先することになりました。大村さんは週に3回、注射と点滴での治療を続けていきます。夫婦が望んだふるさとでの暮らし、
岡原さんが支えていきます。このお腹また出ないに鼻も出るのか辛いよ。まあ、この意味はこのことか、僕らは全然分かりませんね。ね、この後は、はい、言ったら、まあ、自分なりにとったらもう命はできるようなもんですから、命を預けるか、価値のある人、ない人を言わながら一緒にやるっていうのは、やっぱりそれは、治療を続けるという選択をしました。後悔したらいいものだよね。人生を否定されて後悔したらね、あれだったら満足してません。妙に迷惑かけてますからね。
あの故郷で、こういう保健クリニック開業されて今院長ということで、実は今日はあの私あの京都にいまして、日本整形学会の基礎学会ってなってあの学会はほとんど出てないんですけど、教育研修委員会っていうのがあって、それで実はあの今あの整形外科学会では14単位を、全て取らないと5年間で14単位、いろんなジャンルがあるんですけれども、その中で、まあ、今までの演題でちょっと疑問に思う演題っていうのは20代ぐらいですかね、その中に今日の思いやりの医療を探してっていうのが出てきてしまったんですね。これ整形外科の単位としてどうかと。ただ見る人は見る人で、その理事長の野原先生、東京医大の先生ですけど、それから院長の医科歯科の大川先生は、いやこれはいい演題じゃないんですかねっていうことで、実は14の項目の一番下にその一般教養とかそういうものもその他として入れようかっていう話題も出たほど、あの非常に期待していいお話だと思います。今日はあのここにいらっしゃる方はラッキーだと思います。でどうぞ前の方で聞いてください。あの質問ともないと思うんで、じゃあ小川先生よろしくお願いします。はい、じゃああの元気クリニックの岡原と申します。金子先生ご紹介ありがとうございました。今日はですね、実は私が大学で一回喋らせてって言って無理やりお願いしたような状況ですけど、現状ですね、私も順天堂の大学卒業しつつ、卒業してから順天堂って何がやりたかったんだろうっていうのは後から分かって、今多分私がやってるのは多分順天堂がやりたいことなんだろうなっていうふうに思ってますけど、こんなことやりよるやつもおるんじゃっていう感じで、聞いてやってください。じゃあ次お願いします。私今お元気クリニックの、やってますけど、一人の医師として、実は今日ちょっと話は時間的には出せませんけど、思いやりの医療を考える会っていう会を11名のメンバーで立ち上げて、これはさまざまな職種の人が集まってやってる会ですけど、そういった形で一人の医師として、あるいは一人の人間として、思いやりの医療って何だろうっていう形で活動しております。今日はその中のいろんなエピソードを皆さんに聞いていただきつつ、できましたこの思いやりの医療っていう種をですね、一つでも二つでも持って帰っていただいて、よろしければ育てていただければなというふうに思ってます。次お願いします。これはですね、私ずっとサッカーやっておりまして、大学の時もちょっと体育学部の合宿にもちょこっと行ったりもしてましたが、すごいサッカー好きで、2002年のワールドカップの時はもう多分これしか絶対行くチャンスはないなというのでですね、86万円使って3枚のチケットを買って、行った時がこの時の写真ですけれども、今もあの日本代表の熱烈なサポーターでですね、試合の日には基本的にはあのユニフォーム着ながら応援してますけど、この写真何言いたいかというとですね、やっぱりね、あの人間みんなそうなんですけど、いくつかの依存症になった方がいいと思うんですよ。一つの依存じゃなくて、趣味という人もいるだろうし、私はちょっとサッカーにちょっと趣味を超えて依存しているところもありますけど、そういう依存するものがあれば、何かあの片っぽの依存しているものがあの倒れた時にね、結構役に立ちます。はい、次お願いします。自己紹介ですけど、順天堂ずっとサッカーやりながら、学生の時は授業はサボってもサッカーの練習には出るというのを第一に、3分の2ギリギリ休みながら、3分の1か休んで3分の2ギリギリ出席しながら何のことはないやってましたけれども、一応医者になった時は最初外科医で、消化器外科で、外科の患者さんを自分の手術で助けたいという思いで医者になったんですけど、その後島に帰ることになりまして、島に帰るんだったらまず島に帰ってみんなに聞きに行きました。どんな医者がいるんかねっていうのを聞きに行って、いろいろ勉強せにはいけんっていうことになって、外科の医局を辞めて、で伊豆長岡の整形に入り直して、で週1回ですね、いろんな科に研修に行かせてくれって頼んで、皮膚科とか小児科、それからペインクリニックなど、週1年間ずつ通ったりしました。で、趣味はサッカーで、好きな言葉は思いやり、夢はですね、この思いやりの医療っていうのをこう作り、
私が生きている間に必ずこう日本に広げていきたいと、まあ、今日もこの場はですね、その私の夢の一つでもあるということで、次お願いします。でね、じゃあ島に帰ってどうせね、残ってる人生島で何ができるんだろうっていうので一応計画を立てました。次お願いします。でクリニックのですね、一番の売りはですね、もう間違いなく笑顔です。うちはまず来ていただいた患者さんと家族に笑顔を届けて、でその笑顔で足らないところをこう薬を出したり検査したり、そこから治療が始まると。次お願いします。じゃあお元気クリニックってどんなとこなんっていうところですけれども、もうお元気はですね、このハグとユーモアっていうのを第一に、あのもう治療の中にどんどん取り込んでいってます。して笑顔があふれ、とても不思議ですけれども、たくさん涙する場所があります。まあ、お元気はどんなところって言ったら、ハグとユーモアと笑顔と涙があふれている診療所というイメージを持っていただければと思います。次お願いします。まあ、これがですね、うちの自慢のスタッフです。私一人しか医者がいなくて、入院の施設もないくせに19人のスタッフがいます。まあ、はっきり言って赤字経営ですけれども、あのうちはですね、来た患者さん一人一人にスタッフ一人一人がゆっくり話が聞けるという場所を提供し、なおかつ飛びっきりの笑顔でお迎えていきながら、場合によっては涙するところがあればですね、スタッフは1時間くらいくっついてゆっくり話を聞いたりもしています。次お願いします。で、あの私はですね、もう完全にサービス業と思っておりますので、クリニックは立ち上げからですね、心あるデザイナーさんと一緒にいろんな企画をしておりまして、あのみかんとたぬきの島なんですけれども、まずデザイナーさんとはロゴマーク作って、キャラクター作って、したらぬいぐるみできますよって言って、ぬいぐるみ持って往診とか診察しよったらですね、先生これ貸してくれませんかっていう入院の患者さんとかがいたので、じゃあ着ぐるみ作ろうかって言って、今は要請があればあの着ぐるみで往診に行ったりもしています。次お願いします。でこの度ですね、ちょっと写真があれですけど、なんでやろうっていうこともないですけど、あの金太郎飴みたいなうちのクリニックの飴を作りました。今日実はあの持ってきましたので、皆さん帰りにですね、お土産で持って帰っていただければと思います。一応元気が出る飴というふうにして使っております。次お願いします。で、まあここでですね、まあ、厚生労働省のつい、まあ、今日かな出た最新のデータを皆さんにお届けしたいと思います。はい、次お願いします。日本人の死亡率はですね、なんと 100%。 この世の中でですね、 100% っていうデータ、統計はなかなか出ないんですけれども、これは何を言ってるのかというと、次お願いします。要するに、みんな最後が来るということです。で、その全ての皆さんにやってくる最後を皆さんどういうふうに捉えているのか、まあ、一つは逃げますか、それともお迎えしますかと、ここのところは外せないポイントというふうに考えています。次お願いします。じゃあここでちょっと皆さんにご協力いただきたいですけど、じゃああなた最後どこで迎えますかというので、この 4つの中からちょっと手を挙げていただきたいなと思うんですが、じゃあ1番の病院で迎えたいという人いない。じゃあ2番施設で迎えたいという人いない。じゃあ3番在宅お家で迎えたいという方、はい、ありがとうございます。じゃあ4番その他、はい、ありがとうございます。はい、次お願いします。まあ、圧倒的に在宅っていうことですよね。で、私はこの在宅支援を島に帰ってずっとしてますけど、次お願いします。私がイメージする在宅ってこんなところなんですよ。もう病院とは全く違います。で、まあ、サッカーで言うならもうまさにホームゲームで、もう周りを見渡したら強力なサポーターがくっついてて、でも超高級の美味しいホテルの食事が自宅で いるそのままこう持ってきてくれると、そういうふうなイメージ、あるいはこうユーモアの中で生活ができると、やっぱり病院ではですね、その人らしさがやっぱり出せません。やっぱりホスピスでもなかなか出せてない、ましてや一般の病院ではですね、その人らしさを出しながら最後を迎えるというのはもう基本的には無理だというふうに思っています。だからこういったあの在宅の医療というのは、実は最高のものがこう結構手に入れられることができるし、今は以前昔と違ってですね、病院じゃなきゃできない医療、終末期の病院じゃなきゃできない医療ってほとんどないという状態になりつつある。次お願いします。
でここでですね、実は1999年に WHO は健康という定義をこのように謳っています。健康とは身体的精神的、ここに霊的っていう言葉が入ってるんですね。そして社会的に完全に良好で、しかも動的な状態、単に病気あるいは虚弱なことではないと。この霊的にというところと、実は動的にっていうのもオレンジすればよかったんですけど、病院での最後はですね、この霊的な状態あるいは動的、要するに動いているということが生きているということなんですけど、多分病院で最後を迎える方はみんな止まってしまっていて、もう最後自分が死ぬのを止まりながら待っている状態だと思うんですけど、在宅でやってるとですね、結構動きながらみんな最後を迎えていかれます。次お願いします。魂の永遠性というところに、実は日本人すごい疎いんですね。この魂の永遠性、要するに僕らは次近い将来、まあ長い人もいますけど、最後迎えますけど、魂は次の世界に旅立ちます。この魂がいるというのを肯定的に捉えることが、生きがいとか健康とすごく深く関係があると、実は世界中の人は知ってるんですけど、日本人はあまり知らない状況になってきている。でこのスピリチュアルケア、病にかかったり死を覚悟する人々は必ずスピリチュアルな心の痛みを感じますが、日本人の、特に日本の医療はそこにあまりというかほとんど重きを置いていない。欧米ではですね、これはもう当然の権利、あるいはスピリチュアルケアを提供できない病院は認可しないという国さえ欧米にはあります。次お願いします。これ私 の、 あの知り合いでですね、クリニクラウンという小児病棟に入っているプロのクラウンの人とこの間お会いした時に、彼がこんなことを言ってました。ある白血病の男の子がこんなことを言ってたと。僕は泣きながらこの世に生まれた。その時みんなは笑ってくれた。僕はもうすぐこの世を去る。今度はみんな泣いている。でも僕は笑いながら死んでいく。生まれた時とそれから僕が死ぬ時は逆だよねっていうお話をご両親にされたそうです。この言葉、私がね、こうお手伝いしたい最後ってこんな感じなんですよ。要するに旅立つ人がこう笑いながらこう迎えるような、そういうことって実はあのできそうな、実は島でも何人かの人はそんな形で旅立ってました。次お願いします。でね、まあ、ガラッと話は変わりますけど、日本人の死生観って実はスピリチュアルのものはあまり考えてないくせに、あの世っていう言い方をしますよね。で例えばキリスト教だったら天国、まあ、仏教だったら極楽って、天国とか極楽ってどこにあるか分からんでしょ。だけどあの世っていうのはなんとなくこう近い気がしますよね。でね、こんな、この間落語家の方はこんな話をしてたんですけど、あの世はね、とても居心地がいいところなんですよと。え、なんでですかって聞いたね。あの世に行って帰ってきた人がおらんと。よっぽど居心地がいいんでしょうと。居心地が悪けやら帰ってくるよねっていう、そういう落語の話をしようと してる人がいましたけど、多分そうなんだろうと思います。次お願いします。まあこれがあの私の島の写真ですけど、非常にあの自然豊かな、いるだけで心地よくなる、そういった島です。次お願いします。でそんな私もですね、実は大失敗をしてしまいました。もう患者さんに寄り添いたい、この方を何とかしたいと思って3年4年前ですかね、80過ぎのおじい男性の方ですけど、糖尿病と腰部の脊柱管狭窄があって、もう足がしびれてしょうがないというので、病院をこう転々としながら、で大きな病院3箇所入院して検査して、3箇所とも糖尿病性のしびれだという判断のもとに、またうちにやってきて、で私は何ができるんだろうと。で糖尿病のコントロールも良くなかったので、しっかり糖尿病治療しましょうねと。でそうじゃないと、しびれどころじゃなくて、あの合併症が起こったら目が見えなくなったり、こう足を切断することになったり大変なことになるからって時間をかけて話したんですけど、2週間後にですね、警察から電話かかってきて、それで患者さんが自宅の庭の、ね、木で首をつって自殺されているので検視に来てほしいと。で行ったらこの方でした。で娘さんが出てきて、お父さんはね、しびれが治らんって言おったから、多分そのせいで自殺したんじゃないかと思いますって言ってたんですけど、
医療者として最後にこの人にしびれはね治らないんですよって言ったのは実は私なんですよ。この時に私がもっともっとこの患者さんの立場に寄り添えてたら、まあ私はまあ一回の医者だけど、もしかしたらねしびれを取る方法は他にもあるかもしれないし、そういう方法があるかもしれないけど一緒に探そうかっていうふうに言ってあげたら、多分この人はまだ生きてらっしゃったと思います。で日々もしかしたら自分はねそういう言葉で患者さんの背中をどんどん押してるんじゃないかなという場面に出くわして、日々ですねその外来で患者さんとこう会話をするのが怖くなった時期もありました。次お願いします。まあ、本日のキーワードですけれども、このユーモアとハグですね。私はこれをあのクリニックの医療のもう中心において日々やっておりますけど、次お願いします。ここでですねこれがね順天堂の、まあ、学図なんですけど、まあ医は仁術、人ありて我あり他を思いやり慈しむ心、これすなわち仁、要するに患者さんとかご家族がいて初めて私たち医療者っていう立場が生まれてきます。そしてその患者さんご家族を思いやり慈しむ心、これを仁と言い、これをいかに使いこなすかっていうのが医療という、これがね多分順天堂の目指したいところで、実は島に帰ってきてから、あこれなんじゃ俺が今やろうとしているのは順天堂がやれって言おったことなんかなっていうふうに、ここ5、6年ようやく気がついたような状態です。次お願いします。で私はですねこれを思いやりの医は仁術っていうのを思いやりの医療というふうに私なりに置き換えて日々やってます。次お願いします。ということはですね、医療っていうのは思いやりを届けるサービス業、ここがまずスタートっていうところなんですね。次お願いします。でまあじゃあいきなり、まあ、人間の存在価値ってなんじゃっていうことですけど、まあ、実は人間ほどですね、人間っていう動物ほどこのユーモアっていうのを使いこなす動物は他にはいません。笑顔を振り向いたり、いろんなユーモアを使いこなしたり、いろんな思いをこう相手に寄せる方法をたくさん持っています。これが実は人間の存在価値で、ここをどうやって使っていくかが実は人間っていう意味だというふうに最近思ってまして、それはじゃあユーモアと思いやりいっぱい使って医療を届けるっていうのはあるよねというふうに思ってます。次お願いします。例えばどんなことなのかということですけど、3年前にですね、あるおばあちゃんが、よその病院で喧嘩して先生と、まあ、心臓が悪くて心不全兆候だったんですけど、先生ここで薬出してくれんかねって来たんですけど、当時院内処方で心臓の薬があまりなくて、ちょっと待って、ちょっと勉強するから週明けにまた来て、その時までに薬、うちの薬で何が出せるか考えるよって言って帰ってもらって、月曜日にそのおばあちゃん来たんですけど、一生懸命本読んで考えました。で、まあこの薬かなと思って、で薬出す時に何か心を添えたいなと思って、そのおばあちゃんにこの薬ね一生懸命考えたんだけど、お題をつけることにしたんです。え、何ですかって言ったら、この薬にね希望っていうお題をつけて、今日からあなたに私は心を込めて処方したいっていうふうにして2週間出したんですよ。したらね、3日後にそのおばあちゃんまた外来に来て、え、どうしたんって、薬もしかして調子悪かったかなと思ったら、おばあちゃんが、先生すごい言うわって、先生のところでもらった薬飲んだらすごい元気になって、もう嬉しくなってちょっと報告に来ましたと。そうだ、薬出すのもこうやって心を添えることができるんだっていうのをちょっとこの時に経験させてもらって、次お願いします。まあユーモアとしてはですね、今実はうちインフルエンザのシーズンに年間で3000回、お子さんで900人ぐらい打ってるんですけれども、お子さんあるいは大人もそうですけど、お元気クリニックのインフルエンザはですね、まあ、世界中でここしかない、良い子は痛くないっていう予防注射なんです。で、良い子じゃない子はちょっと痛いという予防注射を実は4年前に始めたんですけど、すごいドラマが毎日日々繰り広げられてて、もう良い子は痛くないよねって言ったら、その瞬間からもう病室から逃げ出して、泣きながら逃げ出す子供もいるし、打ってどうって言ったらふっふっとこう顔を振って、よ、痛くないっていう子供もいるし、この間はですね3歳の男の子がどう痛かったって聞いたら、その子は僕の目をじーっと見て一瞬の間を置いて、上手だねって言ったんですよ。それでもうお父さんとお母さん大笑いしちゃって、
そういうその日々の診療っていうのはみんなの心の大切な1ページに多分残っていく。私も3歳の男の子に上手だねって言われた私の医者としてもやっぱり大切な1ページになっていって、この医療の日々一日一日がそういう患者さんとご家族の1ページにすることができるんだなっていうのをこの時に経験しました。次お願いします。でこれはですね、この5月じゃ7月だ7月に見取らせていただいた96歳のおじいちゃんですけど、5月ぐらいにですねもう全然歩けないし、それからもう水しか飲めないような状態で、先生お願いがあるんよ、どうしたんって言ったら、わしを7月まで生かしてくれんかねって言って、7月ってあと2ヶ月じゃんってもうすぐよって言ったら、いや違う違う来年の7月よ、どうしたんって言ったら、いや暮れに先だに旅立ったおばあちゃんのね奥さんの7回忌があるし、わしはちょっとやることがいっぱいあるけ、なんかそういう薬とかないんかねって言われて、ちょっと待ってよって、ちょっとあるかどうかわからんから、まあ調べてみるわって言って、次の往診の時にどうしようかなと思いながら考えましたけれども、薬をスーパーに行って、もうこの人水しか飲めなかったのでラムネを買ってきました。でラムネを分包機にかけて持って行って、でおじいちゃんに来年の7月までね生きる薬はねめっちゃらんかったわ、でもねこういう薬があって願いが叶うっていう薬があったからこれ持ってきたんよって言って、持って14回分持って行ったんですよ。でおじいちゃんが舐めてどうって言ったら、この薬うまいねって言って、でニコッと笑ったんですけど、その次の瞬間何が起こったかというと、娘さんがですねその薬を1個ピッと開けて飲んで、手を合わせて、おじいちゃんがこの7月で行きますように、おじいちゃんがこの7月で行きますように順応を唱えるように言い出して、でおじいちゃんがそうかダメか来年まで生きちゃいけんのかって言ったら、娘さんが何ごるんかねおじいちゃん、来年まで生きられたら私らたまらんけ、この7月に言ってくれんと困るんよねって言ってお薬を飲んだと。で、まあ私どもはですねいつもあの世の話を結構その往診の時にします。で、まあ多分、まあ、おじいちゃん先に行くじゃろと。で、まあ僕らもそのうち追っていくけど、どこで待ち合わせしようかというふうな話とは、結構世の話をするとですね、実はそんな会話も結構できるようになって、まあ、そういうエピソードで、まあ、その薬一つにしてもねいろんな、まあ、ことができるなと。次お願いします。まあ、これも島から見た写真です。海の写真ですけど、はい次お願いします。でハグって何というところで次お願いします。まあ、これが私の大好きなパッチ・アダムスっていう映画で、まあ、ご本人ですけど会いに行った時に、まあ、こんな話をしたら、まあ、頑張れやって応援してあげるよって言ってくれてハグしてもらったのがこの時の写真で、まあ、ここから人生がまあ大きく変わったのも確かですけれども、付き合いお願いします。ハグはですね、まあ、抱きしめるというふうに日本語では言いますけれども、実はとっても簡単で、まあ、温かい心でやればいいんですけど、まあ、ちょっとセクシーな気分で言うとやると、まあ、一気にセクハラにもなるし、まあ、すごく難しいものではありますけど、私はねよく患者さんとか皆さんには大きな拍手というふうに説明してます。で勇気を出して両手を開くと意外とできます。次お願いします。でこれ、まあ、これはハグの本って実はあまりなくて、アメリカで出てる本からこれ訳したんで、まあ、いろんなハグがあって、まあ、こういうグループハグって、まあ、要するに寄ってたかって寄り添ってりゃ何でもハグっていう感じですけど、まあ、これをデザイナーさんにうちのキャラクターで やらせてくれんかねって頼んだら、次お願いします。こんなことになってですね、手が届かないんです実はうちのキャラクター、頭が寄ってるだけでこれもハグなんかいっていう感じでしたけれども、次お願いします。これがね日常の診療です。で私が気をつけてるのは、手は開きますけど前には一歩出ません。手を広げて飛び込んでくる人にはハグをさせていただきますけど、中にはもうハグをしてほしいがために混んでもいい人が来るという状況も実は発生してます。次お願いします。まあ、これはねちょっと飛ばします。で私の考えているハグはですね、常に成長してまして、まあ、最初は抱きしめる、でそれから寄り添うというのもハグっていう範疇で、
聞くと、もう心を込めてお話を聞くというのもハグという範疇に入れています。で最近分かってきたんですけど、ハグっていうことで心の居場所ができると、こういうことができるんだって気がついてきて、ハグっていうのはある意味こういう意味でもあるし、こういったこともできるという形で日常の診療に取り入れて、次お願いします。で、すごい不思議なハグです。一度に仲良くもなれるし、ハグが終わると非常に元気になってて、これはハグを始めたし5年になるんですけど、ようやく去年ぐらいからですね、抱きしめられると、まあ、最初はね、私が患者さんを元気しようと思って抱きしめてたんですけど、ふと気がつくと私が抱きしめられてる。で、患者さんに抱きしめられると、あ、俺はここに生きてるんだっていう自分の体の存在を相手に抱きしめられることで分かると。なかなかね、自分の肉体がこの世にあるっていうのを実感するっていうのはなかなか難しくて、人に抱きしめられるとそういう感性が、でそこにはね、心の居場所ができます。だから私はですね、多分私は死にたいんだけどっていう患者さんがいたら、私はもう黙ってその患者さんをずっと抱きしめてあげたいと思います。そして心の中で絶対この人を助けることができると、要するに長い時間抱きしめられると、その人の関係を感じてしまうとですね、なかなか死ねないというのが最近なんとなく分かってきました。でこれはね、パッチが言ってました。あの、ずっと抱きしめることでその人絶対救えると。でパッチはね、精神科の患者さんにはまずこれをやってみて、足らんかったら薬を出すというふうに彼は言ってましたけど、次お願いします。ということで、もう一回思い直すと、考え直すと、思いやりの医療っていうのは、うち、特にうちはですね、このハグとユーモアっていうのを使って心のケアとか心の居場所を作っていく。でさっき の、まあ、のインフルエンザのエピソードもそうですけど、そういうこの心のケアとか居場所を体感してもらう、その一つ一つ、毎日の一つ一つが実はその人の人生になっていくと、医療という関わりの中でその人の人生にこう厚みを持たせてあげるっていうことが最近分かってて、私はここを今目指して、一日一日の患者さんとのこの外来の会話のとか関わりの中に、この人の人生を一日一日、この診療を人生の1ページにしてもらいたいなという、そういう気持ちで関わってます。次お願いします。まあ、これがそのパッチ・アダムスの映画で、本で、まあ、これ実は両方とも今絶版になっていて、ちょっと手に入れるのが難しい状態になる。映画パッチ・アダムスで映画をご覧になったことがある方、はい、ありがとう。ぜひ一度、レンタル屋さんには必ず置いてあります。本もですね、あの文芸、主婦の友社からか、あの文庫本で、まだもしかしたら本屋さんに眠っているところがあるかもしれないですけど、この映画と本は100倍ぐらい、本の方が奥深いです。よかったら一度読んでください。もう、20年ぐらい前に書かれた本ですけど、17、18年ぐらい前か、今の現代の医療に鋭くこうアピールしているところが未だにあります。次お願いします。という形でですね、実はあのクリニックで今ハグ隊員を募集しておりまして、ホームページ上で、あるいは今日皆さんにお配りしたアンケートでも大丈夫ですけど、まあ、1日1回ハグをするということがハグ単位ですけど、今全国で1700人強 の、 あの登録をいただいております。次お願いします。じゃあここでですね、うちがやってる医療 の、 あの一つ、お一人お一人をちょっと聞いてもらいたいと思いますけど、あの、まあ、毎年あるいは2年に1回日本史の臨床研究会っていう会で、あのうちのクリニックの緩和医療の関わりを報告してます。次お願いします。で、私はこんなふうに考えてます。人生の誕生と最後、ここにね、人生の大きな2つの輝きを持ってもらいたいなと。で、まあ、生まれた時に、まあ、みんな祝福されて基本的には生まれてきます。で、まあ、これは朝日っていう形、これはあの富士山から撮った写真ですけれども、で最後ですね、夕日のようにもう思いっきり輝いて最後を迎えてもらいたいっていうイメージで、これはまあ島から撮ったあの夕日ですけど、私が大好きな夕日はですね、紫色になるんですよ、空が。夕日が沈む瞬、ちょっと手前の瞬間でね、海から寄せてくる波も紫色になることがたまにあります。すごい綺麗な夕日なんですけど、はい、次お願いします。
人生の最後を、まあ、誰にでもやってくるわけだし、まあ、人生の中で結婚したりいろんなまたあのターニングポイントもあるしお祝いのところもあるだろうけど、その人生の最後を人生の中で一番最高のお祝いの時期にしたいというふうに思ってます。もう自分らしくこう主役として輝きながら、みんなからよう頑張ったねって、あんたすごかったよっていう、そういう拍手をもらいながらこう幕が閉じていくと、その時に必ず最後迎える人からみんなにありがとうっていう、そういう言葉が出ます。最後迎える方にありがとうという言葉をこう言っていただけるような場作りが、まあ、家族の仕事であり私たち医療者なんじゃないかなというふうに思ってます。次お願いします。まあ、さっきの写真ですけれども、ちょっと紫になっているの分かりますかね、この辺。こういうふうな形の最後をお手伝いしたいなというふうに思ってます。次お願いします。この、平成8年からですね、もう14年間、まあ、人数はそんなに多くないですけど、33人の方の在宅での最後のお手伝いをさせていただいて、平成15年からもうすぐ7年ですけど、島で19人の方のお手伝いをさせてもらいました。次お願いします。クリニックの目標としては、このハグというのを添えて患者さんやご家族とまず信頼関係を作っていく、そしてハグというのを添えてその人らしい人生の最後、これをまあ完成期というふうにも表現したいと思うんですけど、それを家族とこう楽しみながら輝きながら迎えてもらうお手伝いをするというのが目標です。次お願いします。じゃあこれから一応ご家族 の, あのご承諾を得て、皆さんにちょっと見ていただきたいと思います。次お願いします。この方は43歳の女性で悪性黒色腫の方でした。親指の悪性黒色腫で手術したんですけど、3年後に右の液化とか胸壁に転して、で4年後に腎不全でおしっこが出ない状態で再入院で、主治医から余命1週間というふうに告知を受けて、集中治療室で24時間も寝たきりで、血圧計とモニター、心電図のモニターがつけている状態で、この人は最後、私はうちで最後迎えたいというふうに言われた方です。で、まあ、患者さんとご主人と息子さんと3人家族でしたけど、で実はこの方島の方じゃないんですよ。まあ、島は橋がかかってるんですけど、対岸の方で、あの最後在宅で往診最後まで見てくれるっていう医者がいなくて、私のところに話が来たんですけど、で、まあ、往診に行きました。最初の方で、まあ、クリニックってこんなことやってるんですよって話をした時に、この人ははっきりですね、私もこう最後こう楽しい最後を迎えたいというふうに言われて、すごい大笑いされたんですね。でご主人がびっくりして、この闘病してる4年間こんなに笑ったことはないっていうふうに言われましたけれども、でまあハグを交わして、まあ、往診をすると、で楽しい往診してくださいっていうふうに彼女も言いましたけど、次お願いします。で、あの私たちは、私もあのサッカー好きなんで、もうサポーターをすぐ集めてきて、こういう応援団名簿を作って、まあ、電話番号書いたり、で団長はご主人に、団員に息子さんとか、まあ、愛犬とかで、サポーターにこういった医療機関が入って、これを患者さんの見えるところにボンとまず貼ります。次お願いします。で計画をですね、ご家族と内緒で、ご本人の内緒で立てて、次お願いします。第1回目が着ぐるみの往診で、私が着ぐるみ着て部屋に入っていって、診察している時に訪問の看護師さんがまた着ぐるみ着て入ってきて、また2人で診療している時に、今度ケアマネージャーさんが着ぐるみ着て入ってきてって言ったら、最後この人実は座れなかったんですけど、私も着ぐるみ着てみたいわって言って、びっくりですけども座られて、着ぐるみを着てみんなで写真撮ったのがこの時です。次お願いします。2回目はですね、あのまあ、こうお元気ナースっていうかわいい看護師がクリニックにもいるんですけれども、お元気ナースで往診してみんなでハグの交換化したのは本当に、その次お願いします。でいろんなですね、ちょっとあの仮装のグッズ持ってって往診したのはこの時、実は退院してからですね、実はおしっこがちょっとずつ出るようになって、で皮膚科の病院の先生が電話してきて、先生は腎不全を一体お家でどうやって治療したんですかっていうふうに聞かれたんですけど、何のことはないんですよ。お家に帰ったらちょっと元気になって食欲が出て水分を少し取り出したっていうのが一つと、まあ、利尿剤ちょっと加えただけなんですけど、で結局余命1週間っていうこの方は21日後に亡くなられました。次お願いします。で亡くなられる2日前に訪問の看護師さんが行ってたら、お友達が来てて、お友達にですね、
私今人生で一番幸せなのよって話されてたそうです。え、なんでって聞いたら、みんながね、私をお姫様のように大切にしてくれて、なんで明日ね、どうやってみんなが私のことを楽しませてくれるのかなと思ったら、楽しくてしょうがないって言われてたそうです。で、亡くなられた後ご主人に話聞いたら、実は息子と2人でね、退院してからどうしようかって、その集中治療室で寝たきりの状態で家に帰ってどうするんやって言ってたんだけど、まあ、妻の楽しそうな顔を久しぶりに見て、もっといろんなことできたんじゃないかなって、ちょっと後悔もしてますって言ってましたけど、こんな方、それ次お願いします。その次は40歳の女性で、胃がんの方でした。で、胃がんの診断で手術したんですけど、眼性腹膜炎で抗がん剤の治療しましたけど、なかなか効かず、この人も最後自宅で迎えたいという形で、この方も実は島の外の方で、まあ、車で25キロのところですね。で、この方とはですね、在宅を始めてですね、携帯のアドレスを交換しました。あるいは娘さんのちょっと誕生日をしたりとかして、まあ、誕生日の4日後に亡くなられたんですけど、次お願いします。この15日間でですね、98回のメール交換をしました。1日最大12回。私も病院で仕事しているときはですね、目標は1日3回患者さんのところに足を運ぶというのが目標で、朝行って診療する前に患者さんのところに回って、診療中に1回、帰る前に1回っていう目標でしたけど、帰る前に1回がですね、もう消灯時間を過ぎているのが結構あって、なかなか3回行けないんですけど、メールでですね、1日12回患者さんとこう意見交換したとき、私もびっくりしましたけど、患者さんも、いや、こんなにね、医者に私の話聞いてもらったことないって言ってて、これはいけるなっていう、たわいもない、今アイスクリーム食べたらすごい美味しかったとか、今ゲップが出たらすっごい胸が痛くなったとか、そういうたわいもないメールが飛んできてましたけど、次お願いします。で、これは娘さんのお誕生日を、お母さん何とかしたいと、で、結果的には亡くなる4日前でしたけど、もうベッドの上でもう歩けない状態だったんですけど、お母さんこの時ですね、一生懸命おにぎりを1個握って娘さんにプレゼントしてました。娘さんはね、小学校6年生なんですけど、まあ何のことはないポケンとは座ってましたけど、お母さんは非常に喜ばれてて、で、次お願いします。で、実はね、お友達、この患者さんのお友達が1人看護師さんで、その子が着付けをしてて、娘さんに、お母さんにもう一回娘さんの着物姿見てもらおうやって企画したのはこの時で、この時はですね、娘さんすっごい笑顔でお母さんの前に立っていただいて、次お願いします。で、亡くなられたのはこの4日後でしたけど、まあ、小学校6年生の女の子ですが、亡くなられた後お母さんの体を拭いて、ボソボソなんか袋から出してきたの、何って聞いたら、お母さんね、コーラスグループで紫のドレスを着て旅立つってみんなに言ってたんですけど、おもちゃなんですけど、指輪とかブレスレットとかネックレスとかティアラをこの子が買ってきて、その紫のドレスを着てるお母さんに一つ一つ付け出したんですよ。どうしたんって言ったら、お母さんがね、このドレス着て旅立つって言ってたから、お母さんに似合うのを買ってきたっていうふうにおっしゃってて、あ、そうなんだって、そうやってみんなで最後向か見つめると、小学校の6年生でもそんなこと考えてするんだっていうのをこの子から、まあ、教えてもらいました。お母さん多分本当に嬉しかったんだと思います。次お願いします。はい、次お願いします。この方が、まあ、さっき最初にいらっしゃった方に映像で見てもらいましたけど、46歳の看護師さんで、検診で見つかった時にはすでに肺がん脳転移の状態でした。脳転移の手術はしたんですけど、肺がんの方では抗がん剤を使いましたが、なかなか効かず、で、脳転移が100個ぐらいの状態でししましになって、自分で抗がん剤の治療もやめてくださいと、私は最後両親の元で迎えたいって言ってお家に帰られた方です。で、その方の往診がまた始まったんですけど、非常に明るい方でですね、次お願いします。ご家族もすごい明るい方だったんですけど、まあ、ちょっと仮装して一度診療に行った時に、次もこれ、次もこれ、これもまた次してくれって言って仮装をするようになって、まあ、患者さんと、まあ、お父さんとお母さんと、まあ、スタッフみんなでこういった被り物をいっぱい作って、毎回毎回こういう往診をしてみました。次お願いします。
でこのご家族から教えていただいたんですけど、患者さんを元気にするには患者さんをサポートするのももちろん必要ですけど、家族をサポートする、家族が元気になれば患者さんが自然と元気になっていくというのをこのご家族から教えていただいて、まあ、お父さんとお母さんと長女次女、あとこれは妹さんですね。はい、次お願いします。で、あのボランティアの広島の方からボランティアのグループも来ていただいて、みんなでこう大騒ぎしたりした往診もしました。次お願いします。で、実はですね、この最後を迎えるお母さんと娘を見取るおじいちゃんとおばあちゃんに、ご家族が娘さんと妹さんが詩を書きました。で、島のロックデュオの兄弟がいて曲をつけてくれて、その最後を迎えるお母さんとか娘を見取るおじいちゃんおばあちゃんに曲を作って、それをこう自宅に届けるっていうコンサート付きの往診をしてみました。で、その日も大騒ぎしたんですけど、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんは、お父さんとお母さんか、その日はもう大泣きをして、でも泣いたら不思議とね、残りの時間また娘をしっかり支えていこうやっていう、そういう気持ちになりましたって言ってましたけど、次お願いします。まあ、これがそのコンサートしながら往診した時で、でもこの時はですね、実はこの方かなり意識レベルが下がってて、声をかけても目を開けるのがやっとの状況でした。このお猿の耳がすごい好きで、もうずっとつけてましたけど、お父さんとお母さんもハグしてもらったんですが、40年ぶりよねお父さんとかっていうふうに言ってましたけど、次お願いします。これがその歌ですけど、ここのマーククリックしてもらってもいい？ちょっと歌を聴いてください。この歌を聴いたお母さん、すごい、かなさんね、喜んで、これから1ヶ月後ぐらい亡くなるんですけど、亡くなるまで起きてる時間はずっとこの歌をもう聴きっぱなしです。多分すっごい嬉しかったんだと思うんですよ。次お願いします。で、11月5日の朝7時ぐらいに本当安らかに旅立たれました。次お願いします。で、娘さん2人がですね、介護福祉士なんですけれども、まだ2人とも学生さんで、2人でお母さんの体を拭いて化粧して、みんなで手伝ってお猿の耳をつけて、なんとですね、家族がみんな記念写真撮ろうやって言い出したんですよ。え、ほんまにって言って、先生もいいから入ってって言って、初めて私もこんな形でみんなで写真撮ったんですけれども、もうなんかね、やりきったなと、ご家族ももう本当やりきったなという感じでした。次お願いします。で、お通夜の時もですね、楽しく送りたいんだけど先生来てくれんかねって言われて、この歌を作ってくれたマウンテンマウスのお兄ちゃん、実は普段漁師をしてて、山口県ではちょっとメジャーなグループなんですよ。結構コンサートも開いてるグループですけど、漁を終えて来てくれて、お通夜した後30分ぐらいみんなで歌ったりハグしたりしながら過ごして送りました。次お願いします。次の方がですね、52歳の男性の方で、
直腸外に癌肺転移の方でした。初めてハグを取り入れて往診したのはこの方ですけど、わずか関わったのは10日間ぐらいなんですけど、直腸がんの手術をして人工肛門を作って、その2年後に胃がんで全摘をしたら、その5年後になんと直腸がんの肺転移で左の肺を全摘したんですけど、残存する右にも転移が出てきて在宅酸素を始めたんですけど、この方も最後うちで迎えたいって言って飛び込みで奥さんが病院に来たんですね。先生こういう主人なんじゃけど、うちで最後迎えたいって言われて手伝ってくれんかねって言われた時に、私は私でよかったらいいですよって言って手を広げたんですけど、した奥さんが飛び込んできて、もうその場で泣き崩れて、本当にいいんって、本当に飛び込んできて、何今まで何も知らんかったのにそうやって主人のことを見てくれるんって言って、で関わったのがわずか10日間だったんですけど、次お願いします。ハグを始めて、奥さんもこの8年間の闘病だったんですけど、ご主人とゆっくりこうハグしたことがなかったみたいで、8年間したことなかったねお父さんって言ってて、子供たちも20歳過ぎてましたけど、いやお父さんにこうやって抱きしめられたのは小学校以来かねっていうふうに言われてたんですけれども、あるその9月の月の出てない日に夜空を見ながらお父さんが奥さん呼んで、お前ちょっとここに来いやって、今日はね月は出ちょらんけど2人でお月見しようやって言って、2人で杯交わしながら、その人は奥さんに、わしはお前に何も残してやれんかったけど、わしの愛はここに置いとけ、本当にありがとねっていう話をハグをしながらされたそうです。で亡くなられた後、このご主人の日記が出てきて、俺の人生に悔いはなかったって、こうやって家族にこうやって見とられながらね、自宅で最後迎える、俺の人生に悔いはなかったっていうふうに日記が出てきたんですけど、したらなんと奥さんが、私ね先生、主人が亡くなったことを思い出すのが楽しいのねって、すごいいろんないい思い出になってて、主人の亡くなった最後を思い出すとなんかすごい心がね楽しくなるんよっていうふうに教えてくれて、ちょっと待ってて、お父さん亡くなったんじゃけど悲しくないんって言ったら、いや楽しい思い出がいっぱいあってすごい楽しいよっていうふうに、そうなんだって、その人の死を楽しい思い出っていうふうにすることが、もう僕らちょっとしか工夫はしてないんですけど、関わりの中でそういったことができるんだって教えてくれたのがここのご家族なんです。次お願いします。これ亡くなられた後に、まあ、グリーフで、まあ、うちのスタッフもこんな格好で、まあ、お伺いはするんですけど、すごい楽しい話を、お父さん若い時ね、実はこの人車の運転手でバスの運転手さんの仕事してたんですけど、すごいかっこいいお父さんで、いやね、高校修学旅行の女子校のもう修学旅行に行った時なんかお父さんも囲まれて大変じゃったんよとか、なんかそんないろんな楽しい話を次から次へとしてくれます。次お願いします。次はですね、81歳の男性で、胃がんの癌性腹膜炎の方です。脳梗塞で右の辺麻痺でうちに通い出してリハビリで、でこのうちのキャラクターをですね、なんと1万枚の折り紙で折ってきてくれたんです。これも俺のリハビリって言って、でそうしてる時にふと1年ぐらい来なくなったんですけど、そしたら胃がんの癌性腹膜炎で、でもう手術ができなくて最後お家で迎えたいってやっぱり言われて、でこの方はですね、お誕生日会を、実は4月17日が誕生日だったんですけど、お父すごいお誕生日毎年楽しみにしてるけど先にやってくれんかねって家族もあって、じゃあやろうややろうややろうやって言ってやったのがこの時で、次お願いします。これうちのスタッフなんですけど、フラダンスをみんなで習ってて、フラダンスを踊りに横断幕を作っていきました。まあ、これは患者さんですけれども、はい次お願いします。でまたマウンテンマーズの2人がですね、歌を歌いに来て、この人カラオケがすごい好きだったんで、ちょっと一緒に歌を歌ったりとかして、でみんなで集まって、ひ孫さんまで集まってみんなで2時間ぐらい大騒ぎしたんですけど、次お願いします。これは娘さんですね。でみんなでこうやって歌って踊ってもう大騒ぎしたんですけど、次お願いします。これがですね、娘さんと、まあ、お父さんで、実はここにねキスマーク娘さんつけたんですよ。でこうやって写真撮った、この写真がすごい娘さんすごい好きで、実はこの直後に下血が始まって、この12時間後に亡くなられたんですよ。でご家族が、大半のご家族が間に合わなくて、
でもこの写真を見せた時にお坊さんも横におっちゃったんですけど、これが本当にがんで亡くなる12時間前の人の写真かねって言って、ご家族も言ったし、おじいちゃんすごい楽しそうに最後迎えたんじゃねっていうふうに言われてましたけど、次お願いします。でこれがまあ最後の方ですけど、60歳の男性で、まあ、先ほどちょっとあの最初ので映像に流させていただいた方ですけど、多発性の肝臓がんで肝硬変腹水横断と、で商社マンで支店長さんで、非常に部下にも人望が厚くて、まあ、読書とか俳句もしてましたけど、とにかくお酒が大好きで、アルコール性の肝硬変肝臓がんっていう形の方ですけれども、次お願いします。次お願いします。この方の場合ですね、うちのみんなスタッフがね、もう傾聴と、とにかく話を聞こうというふうな形で関わらせていただいたのがこの方で、話をこうその患者さんの人生を点滴するときに寄り添いながら話を聞いていって、その人の人生を聞かせていただいたんですけど、今までのいろんな人生のつながりをみんなで聞いて、でその人生の重なりを確認して、そしたらその後どうされたかというと、自分の最後を語り始めました、この方は。でその中で、まあ、これからちょっと日記的にちょっとバーッと見てもらいますけど、次お願いします。1月13日にはさっきの映像にもありましたよ、この人は、まあ、医者ってね、まあ、命を預けるようなもんじゃろうと、で命を預ける価値のある人とない人がおるよねっていうのを言ってましたけれども、まさにその通りだなというふうに思いました。次お願いします。でですね、あ、そうだ、日記をこれ飛ばしちゃったんだ。ですね、あの実はね、あの結婚、この人奥さんと大学が中学高校同級生か、で大学の時にもうこいつしかおらんって思って、私はもう奥さん一本でも、なかなかこんなこと言ったことはないんだけど、すっごい惚れちょるんよ、でもね、すっごい酒飲んで迷惑はかけたんだけどっていうふうな話をした時に、その思いを私たちは聞いたら奥さんに返すと、で奥さんの思いをまたご主人に返すっていう、その思いをしっかり聞いて、あの伝達役に回ったんですけど、3月17日にですね、とにかくこの人は一番心配なのは、俺が心配なのはね、旅立った後妻が島で一人になるわけだけど、まあ、60歳の奥さんも こいつはどうやって過ごすんだろうと思ったらすごい心配なんよねっていう話を2月の時にされてたんですけど、3月の17日に昨日ね、自宅に木を4本植えてきた。で、まあ、この木がね、あのうちのやつをこうなんていうか、こうあの支えてくれるんじゃないかなと思って一生懸命木を植えてきたっていうふうに言ってましたけど、その思いはまた奥さんの方に返してあげました。次お願いします。で、まあ、これは結局亡くなる1週間前になったんですけど、広島の方からがんのサロンの患者さんとボランティアが遊びに来た時にお呼びして、まあ、こうやってみんなでまた歌ったりハグしたりしてたんですけど、すごい笑顔で、まあ、奥さんもびっくりされてたし、本人ももう横断で、もう横断であのビリルビンが10ぐらいあるんですよ、腹水もパンパンなんですけど、すごい笑顔で過ごされて、次お願いします。あ、でこの時にですね、みんな自己紹介で、私あのボランティア10年やってますとかっていうふうにみんながこう自己紹介してた時に、奥さんの番になったら奥さんが自己紹介で、私は夫のボランティアをもう40年やってますって言って紹介したら、もうみんな大笑いになっちゃって、まあ、この人も腹を抱えて笑ってましたけど、うん、確かに40年ボランティアしてもらったようなもんじゃなみたいな感じでした。次お願いします。で3月26日に病状が急変して、で、まあ、この方エンディングノートっていう自分の人生を振り返ったり、最後こういうふうに迎えたいっていう、そういうノートを実はつけてて、まあ、できれば自宅にって書いてあったんで、奥さんも、まあ、とにかく楽にしてもらって、それで自宅だったらそれはもうしょうがないわって言って、じゃあ自宅で迎えるということにして、次お願いします。実はその日の夜の23時15分に亡くなられたんですけど、亡くなられた後エンディングノートを見ながら、みんなで2時間ぐらいかけてお世話したんですが、次お願いします。こんなことが書いてありました。家族一人一人にこうやって奥さんにありがとう、子供たちに子供として生まれてくれてありがとう、嫁に来てくれてありがとうねって、孫たちにじいちゃんの可愛い孫になってくれてありがとうって言って、本当感謝の言葉が溢れてて、これをこう見た時にみんなやっぱり涙が
を出しながらで泣くのやめようやって言ったんですけど、私がいや違うんじゃないって、もうみんなで一回思いっきり泣こうやって、涙でどれぐらいお父さんのことを思ったかこう表現してあげるとお父さんも喜ぶと思うよっていうふうに言ってみんなで泣いて、次お願いします。したらですね、葬儀は、ね、しないでくれと、で死に装束は和服にしてくれって言って、息子さんが和服着せて帯のところに手をピッて入れたんですよ。お腹パンパンになってて、息子さんがこれはなんか西郷さんに似てるねって言って、またみんなで笑いながらお世話したんですけど、遺骨を海に撒いてくれっていうふうに書いてあって、息子さんがそれは海に全部撒くわけにはいかんよろって言って、実は1年後の今年の5月にですね、みんなで船を出して海に骨を一部撒いてきました。で棺に入れてほしいものっていうのに結婚指輪の自分の分しか書いてなかったんです。で奥さんがいやちょっと待ってあるんかねって言ったら、どうしたんって言ったら、いや結婚式この2人挙げてないんですよ。で広島のちっちゃな雑貨屋さんでその800円の指輪を買って交換しただけなんですけど、その800円の指輪は孫がこの間おもちゃで使いよったって言って、お孫さんに聞いたらあるよって言って持ってきて、なんでこの指輪だけなんかねって奥さんが言ってたんですけど、私が奥さんそりゃ男心としてはね、また結婚しようやって、あの世でまた結婚しようやっていう意味だと思うよっていうふうにま伝えてあげたんですけど、そんなもんかねっていうか、それはそんなもんでしょうって言って、もう亡くなられた後もなんか私たち医療者ってもっともっとなんかできることあるんじゃないっていうふうにちょっと感じさせてもらいましたけど、次お願いします。じゃあちょっと時間はもう超えてますけど、実は娘さんがお父さんに歌を作ったんですよ。その歌をまた聴いてください。Thank you.
実はこの歌ができたのは亡くなられた次の日の朝、早くにこのマウンテンマウスができましたって持ってきたんですけど、まあ、お通夜でみんなで聴きながら、でもこの歌を、まあ、生きてる間には聴けなかったけど、お父さんすごい喜んでると思うよって言ったら、みんなそうよねって、お父さん聴いちょるっていう風な形でお通夜を過ごしたんですけど、みんないろんな人生あると思うんです。この人すっごいもうお酒飲んでもヘベレケになって帰ってきたり、部下をいっぱい連れてきてうちに泊まらせたりって、もう本当酒乱で大変だったらしいんですけど、この歌がですね、最後お父さんの人生をキュッとくくってくれて、やっぱすごいいい思い出にもなってるし、まあ、お父さんも娘さんにこうやって歌を送ってもらったら、まあいろいろあったけど、まあそうやって世界一のお父さんって言ってくれるんじゃけど、まあいいかなみたいな、そんな感じだと思うんですけど、次お願いします。また島のこのロックデュオのマウンテンマウスはですね、歌は何ぼでも作りますと、そうやって一人一人のね人生の歌を作れるんだったら、もういつでも言ってくださいって言ってスタンバイしてくれてますけど、で、まあ、この方がですね、実はそのお通夜の時にこんなこと言ったんですね。実はね、すっごい後悔していることがあって、亡くなる前にお父さんがすっごい痛がってて、目の前で何もしてあげられなくてごめんねって、ご主人の前でこの奥さん泣き崩れたんです。泣き崩れた後にお父さん痛いって言わなくなっちゃって、私があそこでしっかりしとったらお父さん痛い痛いって最後まで我慢せんでもよかったのに、なんで私はあんなことしたんじゃろうって言おって、私がそれ違うんじゃないって言ったんですよ。それは多分まあ男心もあるけど、そんだけね泣き崩れるぐらい泣いてくれたお父さんすごい嬉しかったんだと思うよ、それがねもしかしたら痛みを和らげてあげたんじゃないかなって言った時に、奥さんがそうなんかねって、それはそんなもんじゃないって言ったら、救われたって、私はこれを一生もう背負って生きていくんかなと思ったら、そうかもしれんって思ったらちょっと救われるって言われてて、これはもっともっと亡くなられた後も話を聞いてあげたら、もしかしたら楽にしてあげるっていうか、誤解を解くっていうか、やっぱり医療者だから分かって、一般の方々はやっぱり最後ってなかなか出くわさないので、その辺の解釈もつけてあげるのも、これは俺たちの仕事かなっていうふうに思いました。次お願いします。で、まあ、これが半年後にこの奥さんを連れてリレーフォーライフっていうがんの患者さん、あるいは亡くなった方 の支援イベントとか追悼の会に行ったんですけど、実はこの度ですね、この奥さんがクリニックのに今度サロンを立ち上げることになったんですけど、そのボランティアのメンバー、中心的なメンバーとして加わっていただいてサロンを立ち上げて、でそのサロンの中からその最後の看取りまで一緒に手伝ってくれるボランティアを一緒に中心的にやってくれると言って、実は11月1日にそのサロンがオープンするんですけど、奥さんが今クリニックのもう一スタッフと同じようにして手伝ってくれてます。次お願いします。ということで、このハグとユーモアを添えることで患者さんとかご家族と短時間で信頼関係が作ることができ、またこのハグとユーモアを添えることでその人らしい最後を家族と楽しみながら迎えてもらうお手伝いがちょっとできてきたかなと。次お願いします。で、このハグとユーモアを添えることでその人生のつながりとか重なりをご自身にも感じてもらいながらご家族にも確認してもらうっていうお手伝いもちょっとできたし、亡くなられた後もまだまだ医療者ができることってたくさんあるんだなっていうことに気がついたっていうのが、まあ、まとめですけれども、次お願いします。まあ、これがサロンモモっていう、まあ、モモっていう実は物語があるんですけど、傾聴を舞台とした、もうとにかく話を聞いてあげると、話を聞くことで実はみんな自分の悩みをこう自分で解決していく力を持ってる、そういう絵本というかモモっていう本があるんですけど、サロンモモっていうので一応解説をさせてもらいます。この傾聴っていうのも一つの大きなツールとして、まあ、なかなか大学病院では難しいとは思うんですけど、次お願いします。もちろん大学病院は必要です。で、みんなにこれをやれとは絶対思ってはませんけど、この中から自分たちができることをちょっとこう持って帰ってもらえばいいかなとは思うし、私たちはもう地域の医者なので、こういったことを大切にしながら一人一人の患者さんの人生に寄り添っていきたいと思いますけど、実は今日ここが一番言いたくて、往診専門のクリニックに変わっていこうと思うんですね。でもう一人医者が来てくれたら、もう片っぽは必ず往診に出て片っぽはクリニックを守っててっていう形で、
あのこういった医療が今私が一人でやってるとやっぱり週に往診が出るのが1日2日がやっとでなかなかあれなんですけど、もう一人、まあ、これこういう考えでじゃあ一緒にやってみようかっていう人がいらっしゃったら来ていただいて、あの島からこう世界を変えていって、あの日本中をこういう流れの中に早い時期にこう巻き込んでいきたいかなと思っております。以上です。桜井君なんかどう思う？何か質問ありますかね？もう時間も超過してるんで、じゃあ最後に私からあの感謝を込めて。あの飴を持ってきたので持って帰って。